はいどうもー、弱小サドラーのタダです。今日はですね、予約転売の回収から梱包発送まで全て見せますということで動画撮っていこうと思います。そもそも予約転売って何なんだっていうところなんですけど、予約転売っていうのは、まあ、普通のセドリっていうのはこう店頭に並んでるものをこう仕入れていくっていう感じなんですけど、予約転売は店頭に並んでない状態、要するに発売日を迎えていない商品を予約して、予約期間中に販売するっていうようなやり方になります。で、この予約転売非常にですね、時間効率がめちゃくちゃいいやり方になってます。で、今日ですね、そのとある商品の発売日なんですけど、遊戯王のね、予約をしてて、その遊戯王の商品を331個予約しております。だから今からですね、それの回収をね、行っていこうと思います。で、実際ですね、これちょっと遊戯王サイバー流って書いてるんですけど、まあ、サイバー流の後継者っていうね、あの予約商品なんですけど、まあ、これ全部予約のあの表になってます。1店舗であの100個とか予約したりっていうようなことをしてますので、まあ、ちょっとねそれの様子をね撮っていきながら、どんな風に回収していくのか、どんな風に梱包発送やっていくのかっていうところを、この動画で勉強していただけたらなと思います。というわけで、早速ですね、店内の方入っていこうと思います。もうね、あのついてますので行ってきます。はい、ということでちょっとね、一つ回収していきましょう。これで24個入りですね。これ24個なんで、これをまあ10個とかちょっと回収していこうと思います。ちなみに台車に乗せてこんな感じで回っていきます。今で多分100個120個くらいですかね、回収しました。まあまだあと100個くらいはとりあえずこの辺で回収するんで、とりあえず一旦車にお気に入ります。いやー結構回収しました。これでこんだけだったらまだ、まあ、50個から60個くらいです。まあ、車にある分で、まあ、だいたいここら辺の地域で200個くらいは回収できました。でここからちょっと車使って違う店舗を回ろうと思います。まあ、予約転売は結構当日の段取りが本当命なんで、段取りできてなかったらもうてんやわんやでうまく回収できないんで、ちょっとね、次の店舗行こうと思ってます。もうルートも組んでるんで、はい。行ってきます。はい、ちょっとね、移動してきまして、古本市場ですね。で、ここで、こちらこの商品の48点ですね、まあ、ワンカート予約って感じでこの商品取ってこようと思います。まあ普通にね店でレジでこれお願いしますだけなんで、ちょっと行ってきます。あ、ちょっと予約取ってきました。これ48個入りですね。はい、ということで、まあ、ちょっとね他の店舗回らないといけないので、はい、どんどん回っていこうと思います。はい、ということで最初の方にも言ったんですけど、331個、商品を回収してきました。でこれが1個24個なんですけど、これが2個入ってたりとかって感じで、まあ331個ですね。はい、ということで、まあ、予約転売これにて終了っていうわけではないですね。ここから発送があります。これが大変なんですよ。これを一商品一商品自己発送で送っていかないといけないですね。だからそれのための梱包と発送を今からちょっとねやっていこうと思います。そこもねこの動画でね見せていこうと思いますので、ぜひですね梱包のところもね参考にしていただけたらなと思います。というわけでこちら梱包していきます。はい、ということで、ここからですね実際梱包の方を始めていこうと思います。これ使ってね梱包していくんですけど、こんなペラペラのやつ使って、その梱包ね、しながら、なぜ、こちらを、331個も仕入れることができたのか、抑えることができたのかっていうところも、合わせてねお話できたらなっていうふうに思います。でね、先ほども、言った通りこちらをね自己発送で送っていきます。で、こちらですね大きさが、かなり小さいです。で幅もね3センチ未満っていうような、形になってます。なので、日本郵便のクリックポストっていうもので、送ることができます。で、クリックポストっていうのは全国一律で200円以下で全国どこにでも配送ができるようなすごくねお得な、サービスになってます。で、その日本郵便のねクリックポストを使って、こちらを送っていくことで、かなりですね配送料を抑えられるっていうような、形になっております。で、まあ、実際ですね、ちょっとね梱包していこうと思うんですけど、これがですねクリックポスト用の箱になってます。まあこれ専用箱っていうわけではなくて、まあクリックポストって別に封筒にね入れて送ってもいいんですけども、まあちょっと封筒だとねペラペラついて中身傷つくと微妙なので、ちょっとこうやって固めのね、クリックポスト用の段ボールを用意しました。でこれを、こうやって組み立てていって、はい、まあ、こんな感じで組み立てて、これが、クリックポストの、ね、箱になるわけですね。で、こちらに、この商品を、ね、詰め込んで発送していくっていう風な流れになります。で、あとは、クリックポストはですね、配送するための伝票みたいなものがありまして、こちらはですね、クリックポストの専用の伝票になります。
で、こちらをプリックポストの封筒とかね、箱とかに貼って、発送していく。まあ、ポストに投函するとか、日本郵便にね、窓口に持っていくっていうような形で配送してもらうっていうような形になります。そんな感じでね、送っていくんですけども、まあ、今回、全部で123件ですね、配送がありますので、ちょっとね、これも早速ね、やっていこうと思います。で、今回ですね、売れた数は331個で、でも発送する件数は123件なんですね。これどういうことかっていうと、要するに1人の購入者が、こちらの商品を何個も買っていってるんですね。はい、最大3個、この商品を同じお客さんが、購入しているという形になります。これが今回のこれをね330個仕入れられた決め手っていうような、形になっております。どういうことかっていうと、要するに331個もね仕入れるなんかやっぱ恐怖なんですよ。普通に考えてかなりのリスクがあると思います。300個も仕入れたら例えば1個300円マイナスが出るだけでも9万円赤字になってしまうんですね。相当なリスクですよね。でもこの商品遊戯王って1つのデッキの中に3枚同じカードを入れることができるんですよ。その特性があるので、1人の購入者が3つのデッキを購入していくんですね。で、3つ、デッキを購入して、この中に入ってるカードをこのデッキ3つ使って改造していって、1つのデッキに3枚でカード入れたりっていうことを、やったりしてるわけなんですね。だからこの3つ購入するっていう方が非常に多いっていうような、形になります。だからそこを踏んで非常にね、リスクヘッジがかけられるなっていうふうに、一人がね、何個も買っていくってことは、送料それだけ浮くなっていうような、いうふうに考えたので、これだけ立て積みすることができたというような形になります。で、ちなみに、まあ、どれくらい利益が出たのかっていうところなんですけど、まあ、今回ね、331個、立て積みして、合計の利益が、65,300円、利益が出たっていうふうな形になります。まあ、1個あたりだいたい200円ちょっと、200円弱だったりって感じですね。一つ一つの商品は薄利なんですけども、まあ、これだけ積み上がったらね、やっぱ結構大きな金額になったっていうような、形になります。はい。しかも回転率もね、非常に良かったので、もうこの商品飛ぶように売れていったっていうような形になります。はい。で、発送の儀に入りますので、ちょっとね、発送梱包をやっていこうと思います。というわけで実際ですね、梱包していくんですけど、この、方はですね、3個購入されてるので、この3つね、入れていきます。はい。まあ、こんな感じで、1つ、2つ、3つ入りました。はい。で、これをね、ちょっと梱包していって、はい。3つ梱包したっていうような、形になります。で、ちょっとね、これだけだとね、強度が弱いので、これですね、セロハンテープのでっかいバージョンでは、これちょっと名称がわからないんですけど、使ってちょっと留めていきます。まあ、ガムテープでも全然 OK だと思います。まあ、こっちの方が使いやすいというか、強度が高いので、僕はいつも、このセロハンテープのでっかいバージョンを使ってます。はい、これでね、ここ止められたので、まあ、結構ね、強度が増したかなと。はい、肩には開かないようになるかなと思います。あとはこのね、クリックポストの紙ですね。この紙を、ここにペタッて貼って、郵便局に送るっていう形になります。これを123個繰り返します。はい。というわけで、やっていこうと思います。いやー、忙しいなー。まあ、ちょっとね、梱包する間、すごく暇になるんで、このちょっと昔話になっちゃうんですけど、僕今回331個ね、縦積みにしたんですけども、まあ、正直僕もね、昔こんな縦積みできるなんかもう夢にも思ってなかったんですよね。まあ、ほんと僕とか、正直言ってしょうもない人間というか、ごくごく一般のサラリーマン生活を送ってたんですよね。でも僕大学出てないんですけど、高校まで行ってもそのまま高卒で働いてみたいな。ほんと、ビジネスの美の字も分かってない。リスクヘッジって何？横文字難しいみたいな、そんな感じだったんですよ。こんなね、縦積みできるなんか、ほんと夢にも思ってなくて、そんなね、一商品で大きな利益を上げる。まあ、大きなって言っても6万ちょっとですけど、できるとは思ってなかったんですよ。自分には無理だろって思ってしまったら、もうそこで終了なんで、ね、スラムダンクのね、安藤先生も言ってましたよね。安藤先生じゃねえわ。安西先生ね。安西先生も言ってましたね。諦めたらそこで試合終了ですよ。あの言葉やっぱいい言葉ですよね。自分には無理だなと思ってしまったら、やっぱもうそこで終了というか、だからまあ、どうすればいいのかってしっかり考えてやる。ここがめちゃくちゃ重要かなと思います。なんか結構僕、悲観的なんですよね。性格的に。なんかどうせ自分には無理だろうって結構考えちゃうようなタイプで、そういうタイプだったんで、なかなか僕も最初成果出なかったし、他の YouTube の発信者とかだったら、初月で20万円達成とか、なんか初月で1000万円は達成してないか、40万達成とか見るんですけども、今でも。僕はもう初月とか、大口契約に負けるっていうような感じだったんですよね。はい、要するに5000円以下ですね、利益。はい。もうそれから悲惨な状況だったんですよ。やっぱ特殊なセンスというか才能があったらね、それくらい利益上げられるかもしれないんですけど、まあ僕とか、これもしかしたら見てくださってる方もそうかもしれないんですけど、まあほとんどの方がそんなできないんですよね、やっぱ。そんなうまくね、行動量起こしてめちゃくちゃね、仕入れ行ってとか、やっぱできないんですよ、僕らは。僕らってなんか同類にしちゃったんですけど、
はい、なので、まあ、正直結構悲観的だったし、やっぱ諦めがちというか、僕一回挫折もしたことあるんですけど、はい、背取りを。でもやっぱりその、どうしても自分はもう仕事辞めたいっていうね、独立したい、自由に行きたいっていう夢があったんで、独立するってことはもう完全に諦めるっていう選択肢もあったんですけど、でもそれを選択してしまった時に、ね、僕らだとまあ70歳とかが定年になってくると思うんですけど、70歳になった時に、多分めちゃくちゃ後悔するなと思ったんですよね。もしあの時本気でもっと頑張っていれば、もっと違う人生があったかもしれないみたいな。そのことを考えてしまったら、なんとなくそのまま何も行動せずに生きていくっていうのはやっぱ恐怖というか、そっちの方がリスクがあるなっていうふうに僕は思ったんですね。だからもう本気でね、まあ、セドリに対して学んでいって、ね、勉強していっても行動していって、やっぱですね、セドリって面白いもので、行動すればするほどやっぱ成果ってついてくるんですね。なんか特別なセンスとかスキルとか本当にいらないと思ってて、まあ多少もちろん知識とか経験っていうのは必要になってくるんですけど、それは全てもう行動ベースで全部補えるものなんですよ。正直座学でなんか勉強しなきゃみたいな頭に詰め込めとか全くいらないと思ってて、知識とかも経験していけばもちろんついてくるんですよね。言ってみたら僕とかも何も持たざるものだったんですけど、僕だと独立目指すとか夢を達成しようと思ったら、本当セドリっていうのは全部経験ベース、行動ベースで全部補えるっていうふうに僕思ってますので、だから皆さんもですね、もし今ちょっと二の足踏んでるとか、ね、本腰入れるのがめんどくさいというか、ちょっと待って、ちょっと覚悟決まってないみたいな。いう方はですね、まあ、自分には無理だとかっていうふうに思わずに、悲観的にならずに、こんな僕でもできたんで、おそらくこれ見てるあなたでも絶対できると思います。とか絶対できます。なのでそんなね、悲観的にならずに、まあ、日々ね、行動していっていただけたらなと思います。はい。ほんと行動すればするほど、どんどん経験値はもう絶対溜まっていきますので。なので、しっかりとね、まあ、YouTube で勉強するなりって知識入れた後はしっかり行動するっていうふうにやっていただけたらなと思います。僕はもうほんと、行動しかしなかったんですね。もう覚悟を決めた段階から。はい。ひたすら行動していった。形になりますっていう、まあ昔のね話になるんですけど、どうでもいいわお前の話っていうね、人もね多分いらっしゃると思うんですけど、本当すいません、はい、暇すぎてなんかちょっと語っちゃいました。はい、ということでちょっとね、これ何をやってるんだってところなんですけど、とりあえずねこの箱を全部作ろうかなと思って、これ、ね、入れる箱を先作っちゃえと思って、ちょっとこれをひたすら作ってます。はい、そんな感じです。はい。はい、こんな感じですね。まだちょっとね向こうの方にもねあるんですけども、梱包終わりました。はい、一個一個こんな感じで綺麗にね包まってます。はい、ピタッとねクリックポストの、紙も貼って、はい、という感じで、も結構大変ですね。というわけで一応ね123件のね梱包が終わったので、はい、っていう感じですね。ちょっとこれ汚いですね、これちょっと汚い。はい、ということで今見ていただいた通り、梱包の方はね終わりました。あとはですね、これらを、郵便局の窓口に持って行って、まあポスト投函でもいいんですけども、郵便局に持って行った方がね早いかなと思いますので、郵便局の方に持って行って予約転売ね完了という形になります。まああと忘れちゃいけないのは、発送した後は、発送完了ボタンっていうね、こちらのような、通知のボタンをね押す必要がありますので、ここにですね日本郵便の、クリックポストというサービスを使って送って、でさらに、お問い合わせ番号、追跡番号っていうのを必ず入力して、発送完了ボタンをポチッと押していただきたいなと思います。でこれを押すと、Amazon のアカウントの方に手数料分差し引いた売上分が入ってきて、そこからまあ2週間後とかに自分の口座に入ってくるみたいな流れになります。でちなみにこれらですね、今回送ったこの遊戯王、じゃあ代金お金っていつ払ったんだ、支払ったのかっていうと、代金はですね、発売日当日なんで今日ですね、今日、支払いました。はい。なので、商品をね、300個押さえたんですけど、300個押さえた時は、お金がまだかかってないっていうような感じになりますので、非常にね、キャッシュフローがいいっていうな、ところですね。これが、予約テーマのメリットになってきます。はい。という感じでね、今回ね、発送がね、これで完了になるんですけども、まあ、今回ですね、まあ、この一商品で、まあ、6万1000円とかでね、利益が、取れたわけなんですけども、まあ、やっぱり予約転売やっていくと、もっと縦積みして、例えばもう一商品で10万円超えるなんてことも、よくあることなんですね。で、そういう商品がね、月に2、3点でもあったらね、本業で月収超えちゃったみたいなことも結構あるわけなんですよ。で、僕も結構そういうのを積み重ねていって、別にサラリーマンである必要ないなっていう風になって、もう脱サラしたっていうような。形になります。本当結構予約転売は僕のね結構収入の核になっている部分なので、結構重要なね、ところなんですけども、だからこういうところを駆使することで、本業の収入っていうのもしっかり超えていって、また脱サラするっていうところも可能になってくるかなと思います。で、今この動画、見ていただいている、方の中でなんか僕がもともとスキルがあったからとか、なんかやっぱ特別な人間だからそれだけね縦積みできて、それこそ大きな利益とかね上げていけるんじゃないかっていうふうに思われてる方いると思います。もう背取りで20万円稼ぐなんか不可能だって思われてる方ね、多分いらっしゃると思います。で、僕も、じゃあ最初からこういったことができたのか。で、もっと言うとですね、最初から脱サラできるっていうところがイメージできたのかっていうと、全くイメージなんかできなかったです。
はい、セドリを始めた当初なんか、よっしゃ今日300円の利益商品ゲットみたいな、もうほんとこんな感じだったんですよ。でこんなところからですね、よしこれでつなげていけば脱サラできるななんて思えるわけがないんですね。だからですね、僕脱サラできるなんかイメージは全くわからなかったし、もちろん脱サラというか個人事業主でやっていくなんか特殊な人間なんだろうって、で僕みたいなね、どうしようもない人間はそんな無理だろうって思ってたんですけども、現実はそうじゃなかったんですね。僕結構仕事ができないタイプで、結構いろんなミスを積み重ねていったんですね、会社内で。でその影響でほぼほぼ毎日上司に怒られるっていうね、文字通り本当に毎日怒られてたんですけど、電車通勤だったんですけど、もう本当憂鬱な顔でも仕事辞めたい念仏のように毎日唱えてたっていう感じになります。で背取りで独立できるなんかイメージできないけど、それでもやるしかないっていう、ここの原動力のみで、あとはもうひたすら行動っていうのを続けてきただけなんですね。ただなんか国家試験を受けて、そのための効率的な勉強法を自分なりに生み出して、それでなんか国家資格取ったとか、そんな経験も全くないし、資格なんか何もないし、会社入った理由も僕腰が結構悪いんで、立ってね仕事するのが僕辛かったんで、座ってできる仕事ないかな、それで入っただけの会社なんですね。だからもう本当努力なんか全くしたことないみたいな、部活とかも途中で辞めてますしっていう感じで、もう本当に何も努力なんか全くしたことない人間でもここまでできるくらいになってるんですね。これが手取りの僕は可能性だと思ってます。だからもしこれを見てくださってる中で、自分にはそんなんできないだろう、できたら辞めたいけどまあ無理じゃねえかなっていうふうに思われてる方、一度ですね、まあ無理だっていうふうに決めつけずに、一歩足踏み出して1年間だけでもいいので全力で背取りに尽くしていただけたらなと思います。でやっていく中で、もちろんですね、分からないこととか、どっから手をつけていけばいいのか分からないっていうような方がいらっしゃったら、ぜひですね、僕の LINE アットの方にご相談いただけたらなと思います。僕もですね、まあ、経験上にはなるんですけども、まあ、元々副業でね、サラリーマンでっていう経歴があって、その中でもうひたすらね努力してた人間なんで、何かですね絶対アドバイスできることがあるかなっていうふうに思いますので、相談の方もお待ちしております。というわけで、まあ、こんな感じでこれからもですね、本業はサラリーマンで、副業で、セドリをやろうと思ってる、また今ちょっと始めとしているっていうような方に向けた、セドリの動画っていうのをこれからも発信していこうと思ってますので、もっとですねセドリについて勉強したいとか深く理解したいっていうような方はチャンネル登録ポチッと押していただけたらなと思います。それではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画を見ているあなたに重大なお知らせがあります。今僕の公式 LINE アットにご参加いただけると、期間限定今だけ無料で僕がやっているセドリのオンライン講義を受講いただけます。毎日満員電車で揺られ、上司に怒られ続けたダメサラリーマンだった僕でも、たった半年で脱サラできた、そのセドリに対する考え方、戦略、手法を全て学ぶことができます。参加方法は超簡単。この動画の概要欄にある僕の公式 LINE をクリックして友達追加していただき、軽いアンケートに答えていただくだけですぐに受講可能となっております。すでに公式 LINE に登録済みの方はアンケートと送っていただければ参加可能になってます。それではあなたのご参加をお待ちしております。ありがとうございました。